先ほど憲法審査会で意見表明されました安保法制に関してですね、ご意見議論がありまして、うん、平行線だったような印象もありますけども、改めて一言お願いいたします。専門家の方がですね、論理的にきちっと見解を示されたことに対してですね、素人の方がですね、なんか一生懸命反論しているというのは非常に見苦しい姿だなというふうに思いました。特にこれ、論理的整合性が取れないという話ですから、その論理的整合性を説明する責任はやっぱり政府にあるので、しっかりとやっぱり政府がこの専門家の指摘に答えたですね、ロジックが成り立つなら説明をするべきだと改めて思いましたけど、できないと思いますけど。加えてですね、先ほどのテレビ出演の収録の中でですね、磯崎補佐官が、仮にですね、安保法制に関して最高裁が違憲という判断を下した場合には法律を改正すると発言されていますけども、このことに関してそんなの当たり前のことですよね。それは当然、むしろそんな違憲の法律を作ったらそのことの政治責任が大きく問われますよねって話ですよ。話題変わりましてですね、明日にもですね、厚生労働委員会で派遣法強行採決の見通しということなんですが、今後の対応について一言お願いいたします。これは今日第二次会でもですね、いかに、具体的に40万人の方が3年後にクビになるというような話をですね、強行採決で決めていいのかというような答えははっきりしているというふうに思っています。毅然と対応します。各社さんいかがでしょうか。今日の憲法審査会のことでまずお伺いしたいんですけれども、特に今日トップバッターにしゃべられた河村副総裁、先自民党 のこれまでもいろいろ、やり取りといいますか、いろいろお互いに、主張、反論というのをおっしゃってこられましたが、今日は改めて一連の、陳述、意見陳述を聞かれてどのように思われたかということ、それから砂川判決をですね、また改めて出されてきたことに関しては、特にどのように思われたでしょうか。砂川判決が論理的根拠にならないということ、これ、専門家から指摘されているのに、従来の話繰り返しているだけなんですよね。一応、専門家的な立場としての自負が終わりになるなら、ちゃんと先例としてのですね、法解釈の基本に基づけば、とてもそういう解釈に響けないという、この問いにですね、正面からお答えいただかないと、議論にならないと思います。議論以前の問題です。下関新聞のそうです。憲法審査会の関連なんですけれども、今日自民党さんの意見で多かったのが、その政局から切り離してという議論が多かったと思います。一方で民主党さんの中からもですね、河村さんを発言者に出してくること自体が、自民党自体がそのものを政局に持ってきているんじゃないかという批判もあります。今後の憲法審査会の持ち方について、両者の意見を踏まえてどのようにお考えでしょうか。政局に絡まない方がいいと私も思っています。今回私もですね、実は出て行って、まさに他の委員会で審議されている法案のことを私が触れない方がいいと思っていたんですが、河村さんが出てきてわざわざそのことをなさるというなら、それに対してはきちっとこちらの見解も示さなきゃならないということで出てきました。したがって仕掛けたのは河村さんです。朝日新聞の高橋といいます。同じく憲法審査会でその法の支配という言葉に触れてですね、中国や、ロシアと同じように同じ穴の向きだという、割と強い表現を使われると思いますが、その意図で、もう一つ、その天皇皮下関節からですね、緑田基地の状況を引かれたと思いますが、その意図を2つお聞かせください。それはあそこで申し上げた通りで、外に向かって法の支配と言ってる人が、国内で法の支配を全く無視することをやってたら、その同じ穴の向きになって、非常に柔らかい表現だと私は思っていますけれども、それからまさに今回のこの一連の騒動は、専門家、これ今日の話を申し上げましたが、その知らずの状況でのですね、新しい法の解釈というのには、これは法論理の話だけではなくて、一定の価値判断、つまり政治判断が入ると、それは当然なんですよ。だけど、従前の解釈に対する論理的整合性と法的安定性と、これはまさに専門家の論理の世界ですから、この話についてですね、政治的にですね、自分たちが呼んだ専門家を批判をするようなですね、これまさに天皇機関説を排撃したときと同じ発想です。
これは本会議の時申し上げましたが、どうもですね、安倍さんやその周辺の方は、歴史というのは1945年から始まっていると、勘違いをされているんじゃないかと、もうちょっと歴史をですね、少なくとも近代史、つまり明治維新以降の歴史をですね、ちゃんと学ばれて、それを前提に対応、行動されないと、本当に道を誤ると危惧しています。産経新聞の山本ですが、今日ですね、参議院の小西議員がですね、外交防衛委員会の冒頭の質疑者だったんですが、3分ほど遅刻しましてですね、開会が最初こうできなかったということがありました。で、実は小西議員はですね、片山さつき外交防衛委員長が遅刻されたときにですね、猛省を目指すと非常に厳しく問いただしておりましたが、今日ですね、小西議員は明確に謝罪をしてなくてですね、失礼しましたという程度だったんですが、これについての受け止めをお願いいたします。事実関係確認しておりませんので、伝聞ですので直接のお答えを下げた方がいいと思いますが、昨日のお尋ねに対する答えなどについても参議院の執行部の方で適切に対処をしていただけるということですので、もしそういったことがあれば参議院の執行部で適切に対処していただけると思っています。すいません、共同通信なんですが、ちょっと別件で派遣法についてなんですけれども、維新の党がですね、派遣法の採決については容認する方針です。これについてどのように受け止められるかということと、今回、今日国対の会談もあると思うんですが、そこに維新も入ってないというところで、今後、安保の法制に関してもどういった影響があるというふうにお考えでしょうか。政党違うわけですから、すべての行動が一緒になるわけではありませんが、生活の等を含めて、同一労働、同一賃金、共同提案をしてきたとかですね、この間の積み重ねなど、あるいはこの法案の持っている意味、あるいは労働政策審議会などでも強行されてきたというプロセス、いろんなことを考えると、到底国民の皆さんの理解を得られるような行動をされているとは思わないことを危惧します。ですね、明日強行採決された場合に、今後の他の委員会への その影響というのはどのように考えますか。国会も残念ながら、一種の戦いという側面があって、まさに戦術を先に手の内さらす人はいないと思います。すみません、安保法制に関して、維新と共闘を今後も続けられていく。それは維新の党に聞いてください。それはどの党とでも一致できるところは協力してやる、一致できない点があることは間違いないということですから、維新の党に聞いてください。維新幹部との接触というのはこちらから呼びかけることはありますか。ノーコメントです。憲法審査会の話にも出していただきたいんですけれども、もともと憲法審査会は自民党の与党の方が開催やりたいということを呼びかけてきて、やはり憲法改正につながるものというふうに見られてきたわけですが、ただこういうちょっとおそらく予期してなかった展開に今なっているかと思うので、今後憲法審査会の場ではどういう議論をしていくべきか、またその改正、憲法改正についてはどういう今の議論の状況がどういう影響があるとお考えでしょうか。私は、これは現場で決めることですけど、その政局に影響されないで、落ち着いた議論をするということを前提にするなら、一方でですね、その立憲主義や憲法適合性が大きな争点になっている法案と同時並行して、議論すること自体がそもそも無理があるんではないかなと、これは一貫して思ってますけど。よろしいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。